はい、皆さんどうもこんばんは。本日は猫又おかゆ1年半以上ぶりの新衣装お披露目会場に足をお運びいただきありがとうございます。どうもどうも。これなんていうか知ってます？ガーターソックスっていうらしいんですよ。まあガーターベルトではなく靴下の方で留めているガーターソックス、片方ちょっと外れちゃってるんですけどねやっぱちょっと片方外れがち、一番最初の衣装もねやっぱり片方の何ですか、ズボンをまくってて伸ばしっぱなしみたいな感じなんで、まあ、こっちもちょっとだらしなーく外れております。降りてきましょう。おお、ズボンです、ズボンです。皆さん、およ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 、ショートパンツですかね、これは。ショートパンツが確定しました。おっと、何やら胸のあたりにシールを貼っていますね。なんだろうこれ、なにこれなんだろうね。見せちゃいましょう、お顔の方。いきますよ。わー、はい、これが今回の猫又おかゆの新衣装となっております。イエーイ上にね、メッシュが入っておりまして、前髪も、まあ、ちょっとなんていうのかな、目隠れほどではないんですけど、まあ、ちょっと前髪いつも X な部分を重めにカットしていただきまして、こうベレー帽もね被っておりますどうかなみんな。あ、そう、片耳がね折れておりまして、今回はミオちゃんがハートの女王、そして猫又おかゆがチェサ猫として今回モチーフ衣装を制作していただきました。イエーイ、見てこれが全体だよ。ちなみにね、上着も脱げるので、よいしょ、上着を脱いだところもちょっと見せようかな。脱ぐとこんな感じ、どう？脱ぐとちょっとこう少年っぽさが増すんじゃないかなっていう風に感じてるんですけど、どう？どうでした皆さんもうすごい、この衣装をさ見せるの楽しみにしてたんだよ、すごく。もうなんかどんな反応してもらえるかなーって、衣装が超久しぶりの公開だったから喜んでもらえるかなーっていっぱいね思いながら今日の準備してた魔法使えそうね、使えそうだよね、使えないんだけど嬉しい、最高だったでも耳ね動いてるからね、今回も折れてるけど耳動くからちゃんと。そうなんよ、そうなんだよ